最果ての魔王ディープブリザードのレディオクローゼット、我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。あ、先に言っておくとな、本日ラジオの最後に来年から始まる新たなラジオの情報を一部公開しようと思うので、よければぜひ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。というわけで改めて、この番組は絵に関する疑問、質問、お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末のお絵描きが楽しくなってほしいなと、毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。いや、もうここ最近ぐっと寒さが深まってきたであったし、雪もな、もう随分と定期的に降るようになってしもうて、山の上の方はもう随分と雪も積もってきたりなど、なかなか大変なことになってきておる最果ての地ではあるが、皆は寒さ対策しっかりされておるであろうか。もう魔王はもう寒くてやってられないだし、この季節、そのもちろん寒いからの防寒着を着るっていうのはまあ当たり前ではあるんだけれども、防寒着の着すぎでこう汗べちゃべちゃになってしまったりとか、あと屋内に入った時の逆に体温やこう体の暖かさ寒さのコントロールがしづらいみたいなこともあって、今一番外に出るのが面倒だったりするんだけど、特にな、我はもうお手手が寒いと本当外出るの辛くなるんで、だいたいこう着ているアウターとかの中にこう手入れて、もうキョンシーみたいな格好で歩いてることが多いであるし、かといってこうがっつり防寒バッチリの手袋はめると寒さは防げるし良いんだけれども、例えば道中でスマホの操作がしづらかったりとか、こういちいち外してつけてをするには結構がっつりとこう腕のベルト止めて外してとかしなきゃいけないとか、中でも結構蒸れて嫌だなとか、割と悩んでたんだけれども、ただ寒くてあんまり雪が降らない日という意味でのおすすめっていうのを最近教えていただいて、レッグウォーマーのお手手版、ハンドウォーマーだったかのっていうので、こう手のひらだけをスポッと隠せる手袋といえば分かってもらえるであろうか。あれがすごく良いと聞いて、その指先は蒸れないけど手の甲をしっかり温めてるんで、 手がこうギュッと冷え込むみたいな冷たさは感じづらいであるし、あとどうしてもそれでも手が冷たいっていうのであれば、そのハンドウォーマーの中にこうちょっと余裕があるので、こう指をスポッと収めてしまえば、それでほぼほぼ寒さもカバーできるので、あ、これは良いなと思って最近ずっと愛用して使っておるのである。これのおかげで本当冬の寒さの乗り切りは今年いけるっていう何かちょっと確信はあるんだけれども、他にも何か皆にとってこれ使うと冬乗り切りやすいですよとか、お外出るんだったらこういう装備はいかがですかみたいなのがあったら、ぜひ教えていただけると嬉しいのであるぞ。今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネーム青ライネ殿からいただいたご質問である。ご質問ありがとうなのであるぞ。魔王様こんにちは。いつも動画を参考にさせていただいております。僕は今大学生で、就職活動が始まる2年以内に某萌え系4コマ雑誌に漫画を掲載することを目標にしています。最近苦手な人体を学ぶために、本や動画を用いて重点的にリアルな人体の模写やクロッキー、人体解剖学などを継続してやっているのですが、リアルな人体の知識が萌え系の絵柄にそこまで活かせるのか、もっと早く上達するために他にやるべきことがあるのではないか、自分は目標に対して遠回りにしているのではないか、などいくつか疑問に思っていることがあります。自分の画力は目標と比べてはるかに低く、一瞬たりとも無駄な練習はしたくありません。そのため、魔王様の考えをいただけると幸いです。よろしくお願いします。というわけで、プロを目指して絵の練習を頑張ってされておるということで、とても素晴らしいであるし、ある種の長期プラン、かつ次元的プランで自分の目標を絶対に叶えようと行動されておる。素晴らしい行動力だと思っておるのである。ただ多分今が大学生で2年以内にって言っておるということは、おそらく今1年生の後期が始まってしばらく経った頃合いであろうか。であるならば、まあ仮に残された時間が1年と数ヶ月といった場合、何をすることが、やっぱり自分の目標に向かって大事なことなのか、そしてそれが本当に自分のやりたいことに対して問題ないのか、まさに今流行っている言葉で言えばタイムパフォーマンス、タイパの良さであるな。多分こうやって頑張ってるけれども時間がと悩んでいたり、タイパの良し悪しということを気にされて
練習の良し悪しに悩まれている方、たくさんいらっしゃると思うので、今回取り上げさせていただいたのである。ではまず、魔王のお答えからお話しさせていただこうと思うのであるぞ。基礎の練習はとても大事。けれども、今自分がやりたいと思っている練習をすることは、もっと大事。なのである。どういうことかというのをお話ししようと思うんだけれども、このアオライネ殿がやられておる人体に対する基礎的な練習、デッサン、クロッキー、美術解剖学。これは、これからの時代もっともっと我は必要になると思っておるのである。いわゆる、萌え系のイラスト、デフォルメされているイラストだからといって、この10年、20年で、特にいわゆる萌え系と言われている絵柄、もうすでに萌え系という言葉自体がだいぶ普遍化したというか、あんまり特別なワードではなくなったのと同じように、可愛らしいキャラクターであっても、基本的なデッサンというのはとても重要視されてきておるのである。それこそほんと20年ぐらい前、2000年前後ぐらいのキャラクターイラストなんかを見ると割と目も当てられないようなデッサンの狂っていたり、あまりにも極端すぎるバランスの絵を描いている方、意外といたりとかしておって、近年は本当にリアルな体つきであるということが割ともう可愛い絵の基礎要素として入っておったりするのである。もちろん、そういうのではなく、その4コマ雑誌向けのデフォルメした体だからと思う方も多いかもしれないが、そうだとしても、体の動かし方や手の表現であったり、全身を使った感情表現など、人間をベースに描く以上、人間というものを知った上でそれを描くのか、知らずになんとなくデフォルメした線を描くのかというのは、プロの世界では大きな違いとなるのである。もちろん、それは近年、見る目が肥えてきておる一般の趣味の絵の世界であったにせよ、基礎的な画力というものというのはとても無意識のうちに重要視されている要素だと言っても過言ではないのである。なのでこのリアルな人体のクロッキーや美術解剖学を学ぶということは決して無駄ではないし、むしろ一生ものの技術になる大事なものだと思っておる。ただアオライネ殿がまあこれでいいのか、これで本当にやりたいことが目指しているのかと不安になっているのであれば、きっとこの練習や技術ということに対して不信感を持ちながら作業することになるであろう。であるならば我は今そこまで人体のクロッキーということを最重要項目としてやらなくて我は良いと思っておる。それよりも目標の画力と比べて極めて低いと言われておるのであれば、目標にしたい、もしくは目標以上だな、この人すごいなと思っている絵描きの方の絵というのをどんどん模写していくと良いであろう。一応補足ではいただいてはおったんだけれども、質問欄外のコメントとしていただいてはおるんだが、そういったトレンドとかのチェックはよくしているみたいなことは書かれておったので、であるならばそれをもう実際に模写してみる、もっとそれを自分のものにできるように書いてみる、なぜその人の絵がいいと思っているのかっていうのを実際に手を動かして練習をしてみるということをやってみると、より吸収がしやすくなるであるし、先ほど言った通り人体のデッサンやクロッキーというものはあくまで基礎なのである。その基礎というのは地固めをするための大事な要素であるが、それ以上のものはない。絵が上手いから人体のデッサンやクロッキーが上手くできるからプロになれるわけではないというのはアオライネ殿が思われている通りではある。その上に何を立てるのか、どんな絵柄にするのか、どういう作風にするのかというのが次の一歩になるわけである。ただその基礎を固めてからでないと絵柄や作風っていうのを作れないというわけではなく、地固めを並行しつつそうやって自分の必要なものをどんどん追加していく。で、それをしながらまたどんどんと地固めの基礎練習をしていく。まあこれを一生繰り返していくのが絵の世界だと我は思っておるのである。なので、今この練習をしていて大丈夫かなって思うのであれば、どんどんそれ以外のこと、絵柄であったり、あとはその漫画を描くということであれば、漫画を描くための技術の練習、表現、どれだけの時間で描けるのかというのの自分自身へのコントロール、そしてトレーニング。漫画というのは可愛い絵が描ければ良いではなく、優れた作品でなければ読者を満足させることはできないし、それを限られた枠の中の雑誌に掲載させるということはなおのこと難しいのである。であるならばそのような人体のクロッキーをする、模写をする以外のことにもどんどん手をつけていくということは大事であろう。なので今こういうことがやってみたいな、今自分にはこういうことが足りないんじゃないのか、自分の中で自分をきちんとプロデュースする力を身につけてみるのも良いであろう。アオライネ殿は今画力的なところが不安だ、表現的ないわゆる絵柄だとかそういうところに不安を覚えているのであれば、そこを重点的にまずはやってみると良いであろう。あとはそうだの、限られた時間の中でプロになりたいのであれば、それ以外のことというのをどれだけ我慢できるのか、どれだけ自分の中で
プロになりたいという覚悟に対して本気で向き合えるのかというのも考えてみると良いであろう。どういうことかといえば、ついゲームやネットを見てしまう時間や、朝だらだらと起きてからなかなか布団から出られない時間、ご飯を食べながらついこうネットやテレビを見続けてしまう、ゲーム1時間だけだからといって遊んでしまう、そういうことを我慢すれば、基礎画力も学びつつ、流行りの絵柄の研究であったり、色塗りやツールの勉強などもできるであろう。特に大学1年、2年とかのタイミングであるならば、なおのこと課題の提出であったりとか、単位を取るための授業というのが一番多い時期でもあると思うので、そういう時だからこそ、そちらもおろそかにしてはならぬであるし、それを踏まえた上で、どれだけ自分の夢を叶えたい、限られた時間の中でそれを実現したいんだということに真剣であり続けることができるかというのも大事なので、双方を考えた上で、限られた時間の中、最高のタイパであったと言えるぐらい努力をしてもらえると、きっとプロの道へは開けるであろうし、そこで学べたことというのは、これからのお絵描き人生、漫画家人生の中でも輝くものになると思うので、ぜひ頑張ってもらえると嬉しいのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問・質問・お悩みは、この動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そして、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、レリクロでつぶやいていただければ、マオがお答えするのであるぞ。また、各種配信サービスにて、ポッドキャスト、レディオクローゼット P も配信中である。詳細は動画概要欄をチェックしてほしいのであるぞ。そして、来週いよいよ最終回を迎えるレディオクローゼットであるが、その翌年、2023年の1月頭より新たなラジオ番組がスタートするというのは以前動画でお話をした通りである。そのラジオのタイトルを今回発表しようと思うのである。そのラジオのタイトルはハブファンドローイングラジオなのである。このラジオでは絵に関するお悩みにお答えする、他にも短い時間でパッと解決できる絵の技術的な方法の伝授、最新のトレンドなどなど、絵に関するお悩みを総合的に、そして短い時間でパッと解決することができる、楽しく書くことができるようになるラジオを目指して、来年より始めさせていただければなと思っておるのであるぞ。詳しいことなどはまた追って発表させていただければと思うので、来年2023年の1月より始まるハブファンドローイングラジオ、楽しみにしていただけると嬉しいのであるぞ。ではまた次回、お絵描きしながらお会いしようなのであるぞ。動画のご視聴、誠にありがとうなのであった。よければ、チャンネル登録、高評価、通知のオン、そして SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。